はいどうも、というわけで今回は MiG-15BIS-IH こちらの機体を使ってワーサンダー遊んでいきたいと思います。それでは早速スタート。MiG-15BIS-ISH 出撃。23mm が2門と 37mm が1門ですね。強いな。ただ重いのでね、かなり偏差打ちをしないと当たらないかもしれない。さて離陸開始、テイクオフ。この機体は MiG-21 とか MiG-29 の先祖ですね。当時はまあ最新機だった時ですね、はかなり強かったようで、セイバーと同格またはそれ以上に強かったっていう情報もあるみたいです。とりあえず上昇していきますか。まあ、この副武装はね、爆弾とか、ミサイルロケット詰めたりするんですが、まあ積まなくても十分強いので、まあ、対地目標があればね、まあ積んでもよかったんですけども、今回はまあ敵航空機の撃墜ということでね、取り外してきました。ただこれ自体は取り外すことができなかったので、まあこれこの型はね、ついてますが、まあそれでもスピードとかにはそこまで大した問題点はないので、この機体で進めていきます。了解。A4B がいますね。あいつと戦えるか。さてやるか。いいだろう。クリティカルヒット。こんな感じで当たるとめちゃくちゃ強いです。あばよ。さらに上昇していきます。 FJ4B がいるな。あいつまだ生きてるのか。機体を撃墜。我々の勝利だ。どうやら私の方が速度が速いみたいだな。多分追いつけると思うんだけどね。後ろから敵が追ってきてないといいんですが、
さあどこで展開する。お、上昇し始めたぞ。いいのかそれで。やるのか。本当にいいんだな、上昇して。ほっほっ、よいしょ。スピードはこっちの方があるぞ。ははやばい。うん。一旦離れましょうか。いや、ダメだな。離れられない。相手がずっと追いかけてくる。見失わないようにしとかないと。後ろに疲れたら終わりだな。とりあえず味方のところに行きましょう。いや、まずいなこれ。よいしょ。ほっ。おお、ダメかな。くぅ、よいしょ、よし、オッケー。だがエンジンが、エンジンパワー、くそパラシュートアウト。いやー、うまかったなー。いやー、なかなか難しかったですが、2機は撃墜できたので、まあよしとしましょうか。それではまた会いましょう。 See you!